オスマニエ急走交換は、オスマン帝国海軍がイギリスに一挙四隻を発注した原則砲、各走交換の環球である。本級は、オスマン帝国海軍が自国の国会沿岸部の防衛のためにイギリスに発注した環球である。オルハニエの走行配置図、船体の基本形状は、 艦首水面下に昇格を持つタイら甲板型船体に3本のマストと中央部に1本円突を持つ当時の一般的な装甲艦の形態である。本級は甲板上に主砲の22.9センチメートルカノン砲が単装砲がで1機が配置されており、主砲の砲がの末部についた歯車を砲員がクランクを回転させて旋回させることができた。原則の砲角内には 副武装として20.3センチメートル砲が、単装砲がで片言7機ずつ、計14機が配置されており、床面には、円弧状のレールで手法の砲がの末部についた歯車を、砲員がクランクを回転させて、旋回、移動させることができ、少ない門数でも、方針を出した砲門を支点として砲尾部を動かす、ことにより、広い社会が得られた。これにより、左右方向に、 最大で 22.9cm 方1門と 20.3cm 方7門が試行できた。右舷から撮影された近代化改装後のオスマニーエ。本級は1890年から1894年にかけてオスマニーエ、アブドゥル・アズイズが、ついで1892年から1894年にかけてオルファニーエ、マフムディエが、 イタリアのアンサルド社イスタンブール造船所にて近代化改装を受け、機関と火砲の換装や、船体の延長など大規模な工事が行われた。機関の換装に伴う、航続性能工場により搬送設備は廃止されて、マストの本数は2本となり、缶姿は近代化された。煙突は1本のままだが周囲にはキセル型の通風塔が建てられた。 環境を基部に組み込んだ短脚式の前保柱には見張り台がある。同じく短脚式の水ンの基部にはジブクレーンが付属し、煙突と水ンの間に置かれた関西艇の運用に使用された。1985年に撮影された近代化改装後のオスマニーへ、手法がクルップ製の24センチメートルカノン砲に乾燥されている。 武装はすべてクルップ社の艦砲に統一され、手砲として、船体の前後甲板上に、オスマニーエ、アブドゥルワズイズは 21cm 単装砲、オルハニーエ、マフムディエが 24cm 装砲を搭載した。これを収めた、露砲刀が1機ずつ、計2機が配置され、副砲として、原則砲各部に 15cm 砲が単装砲がで片言4機ずつ、 計8機が配置された他に10.5センチメートル砲が単装砲がで6機近接戦闘用として落ちキス車の4.7センチメートル機砲が4機搭載された対艦攻撃用として35センチメートル単装魚雷発射管2機が搭載されたこの武装配置により前後方向に21センチメートル砲1門が 左右方向には 21cm 砲2門と 15.2cm 砲4門が試行できた。1863年にグラス合造船所で気候、1864年9月に浸水、1865年12月に竣工、1870年に購入。1892年にイタリアのアンサルド社ジェノバ造船所で近代化改装実施。 1913年に、関跡変更。1920年に除籍後、解体処分。1863年に、テムズ造船所で、寄港。1864年12月に、浸水。1865年12月に春、浸港。1870年に購入。1895年に、イタリアのアンサルド社ゼノバ造船所で、近代化改装実施。 1913年に、関石変更。1920年に除石後、解体処分。1863年に、グラス合造船所で、寄港。1865年に、浸水。1865年12月に春、浸港。1870年に購入。1890年から1891年に、イタリアのアンサルド社ゼノバ造船所で、 近代化改装実施。1913年に、観析変更。1920年に除石後、解体処分。1865年6月26日に、グラス合造船所で、寄港。1866年6月に、浸水。1866年に、浸港後購入。1890年から1891年に、イタリアのアンサルド社ジェノバ造船所で、 近代化改装実施。1913年に、完璧変更。1920年に除籍後、解体処分。ありがとうございます。